さん、こんにちは。こんにちは。今回は最終回となります。ああ、いよいよ終わるか。まだ、運の書集めを続けているんですけどね。いや、それは終わらんだろ。あと、760時間分の作業なので、24時間稼働で1ヶ月ですね。まあ無理なので、1日2個集めたとすると約1年です。初期レベルで、一倍速だとそうなるわな。やりきった人はいますか？今回の冒険中では、約300個が限界でした。ジャンクションありで、3人分までか。残りは、研究しながら集めることとします。カンストまで待ってると、最終回は1年後だからな。それでは、ラスボス戦を進めていきます。何か新発見はあったのか？何もないですね。アポカリプスを取って逃げる方法が知りたいですね。永遠の課題だな。人、君らん。なぜ、わらわの邪魔をする？もう少しで時間圧縮世界が完成するのに、邪魔は許さんぞ。お前らの存在など時間圧縮世界に溶け込んでしまえばよい。そんな世界に、お前らを送ってやろう。お前たちにできることは、永遠の存在である、わらわをあがめること。さあ、最初に誰がかかってくるのだ。誰であろうと結果は同じこと、わらわが選んでやろう。あれは、カードしかできないぞ。アルテミシア初期形態です。後半が長いのでささっと倒します。切っても届く HP ですが、やっちゃいましたね。お前のライオン丸を召喚してやろう。お前が強く思えば思うほど、ライオン丸は強くなるぞ。ライオン丸戦です。フリーバの次に多いのでは、ないでしょうか。戦術くらいはいただろうな。スコール、ゼルフィが行ってしまったから、僕も行くよ。俺はカードしかできないが、後のことは、任せておけ。ほほほう、記憶がなくなる。本当のライオン丸の恐ろしさを教えてやろう。その力を見せてやれ、ライオン丸。このパルサーは食らってしまうので、爆弾使うしかなかったですね。ワンパンするためには、しょうがないな。遊びは終わりだ。今度は、わらわがライオン丸にジャンクションしてみよう。アルテミシア第二形態です。
テミシア最終形態です。ついにラスボスまで来たか。当時は、何回もやり直しましたね。30万 HP だからな。わらわは、アルテミシア。すべての時間を圧縮し、すべての存在を否定しましょう。ワンパンできるのか？初期レベルでも、ワンパンはできませんね。私も、気を吐くくらいしかできないわ。あとは、まず対決を見守るだけですね。まあ、一ボタンということで。ワンパンではないですが、妥協します。30万 HP だからな。ヘルジャッジメント以外が来たら、リセットですね。あとは、アルテミシアの謎のおしゃべりタイムです。
上げたから。ランダムハンド対策がバッチリだな。初期カードの5枚しか持ってないですからね。右上にエレメンタルがあるので、中央に置いてみます。エレメンタルの場所に置かないんだっけ？予想通り置きませんでしたね。この配置スタートだと、魚とトカゲが厳しいので、強行します。長いのは、やめろ。相手の札が見えませんからね。クイーンには、こっちの札が全部見えてると。ここは、ギャンブルですね。中盤右に置かれたら負けです。適当だろ。おっと、そっち置いてくれた。トカゲを左下に置けそうですね。魚とトカゲが通用しそうです。ここにそれを置いちゃうか。どうやら、持ち札の左の数値が低いみたいですね。このゲイラに食いついてきたら、勝てそうです。食いついてきました。適当だろ。最強クンボンゴで決まりました。マジか。いやー、これは、まぐれ臭いですね。前置きは、終わりだ。今度は、夜水から、グリーバにジャンクションしよう。こっちは3人失ったぞ。先ほどのは、まぐれ臭いので採点します。やっぱり、まぐれじゃねえか。後手番なので、左下と右上に置かれる以外は、研究不足です。適当だろ。アンジェロの左下は、研究済みです。ゲイラを左上に置きます。このゲイラの下に置かれなければ、コンボが取れます。嘘っつうな。アンジェロの右が6なので、レッドマウスが使えます。あ、いいですね。この魚を左から取ってくれますね。これは手順通りですね。適当だろ。おっと、下級の札を右上に置いちゃいました。トカゲで決まりです。マジか。こっちの札は、弱いので、取られてもコンボになりませんからね。私は、アルテミシア様。すべてのカードを支配し、すべてのカードを否定しましょう。あなたの時代は終わりだ。3回勝てば、まぐれじゃないって信じてくれる？たまたまだろ。エレメンタルがないので、魚を中段右に置いてみます。おっと、取りに来ませんでした。魚とトカゲでいけそうです。嘘くせえな。ボールセイムで右下に置かれちゃいました。これは、最後の札で、コンボ取るしかダメですね。このレッドマウスで決まりですね。アルテミシア様を倒しました。星に平和が訪れました。We'll be right back.
いかがでしたでしょうか。愛を感じていただけましたでしょうか。愛がないと無理な作業ばっかりだったぞ。最後まで見れた方は、チャンネル登録やポチッとな押していただけると、ステータスのやる気がアップします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。